ジロでイタリア2013第1第11ステージ、結果ジロでイタリア2013第12第21ステージ結果2013年開催のジロでイタリアの第1ステージから第11ステージまでの結果を述べる。ラスト 2km の落ち者をすり抜けたカプアピアに奥出し最初のマリアローザ獲得。 シクロワイヤード5月5日付け南コースに波乱呼んだ、イスキア島のチーム TT を制したスカイローザは若手、イタリチンのプッチカキルマイナスシクロワイヤード5月6日付け、下りアタックを成功させたパオリーニが、優勝マリアローザも手中に引く、シクロワイヤード5月7日付け雨の2級山岳頂長上ゴールで、バッタリン優勝ウィギリズは17秒遅れる。 シクロワイヤード5月8日付け濡れたコーナーで、落ち者発生、アルゴスのデゲンコルブが、ジロ初勝利を飾るマイナスシクロワイヤード5月9日付け、落ち者発生のナーバスな平坦ステージカベンディッシュが2勝目を、マークシクロワイヤード5月10日付け雨の、給料コースで、ハンセンが逃げ切り、勝利ウィギンズは1分24秒を失う、シクロワイヤード5月11日付、ウィギンズを、退けた、 ダウセットが長距離 TT 優勝ニーバリが、主位に立つマイナスシクロワイヤード5月12日付、ベルコフが独走で、フィレンツェにゴールヘジダルが、雨の三学で失速シクロワイヤード5月13日付、大会最初の南関山岳で、ウラン勝利、ーバリが、主位堅手、ヘジダル脱落シクロワイヤード5月15日付、ガーミンのナバルダスカスガ2級山岳頂上ゴールで、 逃げ切り勝利シクロワイヤード5月16日付、ありがとうございます。